皆さんこんにちは、今日2回目の動画ですけれども、やはり私は日本外交についてどうしても一言話したいと思います。6月12日の米朝首脳会談に向けてもう1ヶ月切りました。毎日この動きがですね、刻一刻変わっていきます。そんな中で変わらないのが日本だけでですね、アルゼンチンで昨日から G20 外相会合が始まって、河野外務大臣が言ってるらしいんですけども、そこで河野外務大臣相変わらずですね、北朝鮮の完全非核化について強く努めていると、これ言ってます。そして、安倍首相はですね、今日の新聞を見ると6月8日からカナダで始まる G7 主要国首脳会談でですね、やはりその北朝鮮問題を取り上げて、核ミサイル拉致問題の包括的解決、このために、北朝鮮に対する圧力を緩めないということを言うらしいんですけども、今しかし、トランプも習近平も金正恩もそしてムン・ジェインもですね、それぞれその国の国益をかけて思惑の違いがあるけれども、しかしシンガポール首脳会談は北朝鮮の非核化と北朝鮮の体制保障というこのディールでですね、間違いなく進もうとしているわけです。でそんな中で日本の安倍首相一人ですね、圧力と言ってる。どう見てもですね、世界から見ればもう邪魔者扱い、蚊帳の外であればいいんですけども、むしろ蚊帳の外から邪魔なことをしているということでですね、一体外務省は安倍首相にどう知恵を授けているのかと、私は元外務官僚として不思議でならないんですけども、昨日の朝日新聞が言ってました。これです。もう安倍さんは悪役に徹するにしか仕方がないんじゃないかと。つまり外務官僚はですね、分かっていながら、もう安倍さんが言うこと聞かないから、もうこの際は悪乗りとしてきろと、これはもうもちろん自虐的なことですけれども、ここまで情けない状態に我がかつての職場である外務省はおかしくなってしまった。今安倍政権の下でですね、財務省はもとよりあらゆる行政が変調をきたしてますけれども、ついに外務省もですね、悪役に徹するようになったと。誠に情けない状況です。一日も早く諸悪の根源である安倍政権をですね、挙国一致体制で変えなくてはいけない、こういう思いを強くしました。